パン、土地、平和。冬の時代の激しい弾圧の中でも、社会主義者は死に絶えませんでした。大杉栄と荒畑寒村は、相次ぐ発禁に耐えながら雑誌の刊行を再開します。その中で大杉は、次第に三次化リズムへの傾倒を示し、荒畑は栄俊彦に接近しました。1915年、栄俊彦と高畠元幸は、社会主義の小さな旗揚げを歌って、雑誌、新社会を発刊。当時、マルクス主義を最もよく知っていた二人は、この市場で、マルクス主義の解説、各国の運動の紹介、時事評論に努め、荒畑や山川仁志、在米の片山線、在仏の石川三四郎も寄稿しました。第一次世界大戦が始まると、帝国主義戦争反対の論陣を強く張りました。その第一次世界大戦は、日本の状況を大きく変えました。大戦景気が大戦前から進行していた工業化に拍車をかけ、日本資本主義は空前の繁栄を迎えます。いわゆる成金が現れたのもこの時期です。産業の中心は軽工業から重化学工業に移り、資本の集中化が進み、財閥系銀行の支配力が増しました。そうした中で、日本は自前の資本を外国に輸出する国にまで成長したのです。同時に、この工業化の要請は当然あまたの賃労働者を生み出しました。1913年には145万人であった労働者は、1918年には248万人に増え、阪神、京浜などの工業地帯では、重工業労働者が根を下ろし始めます。1912年に鈴木文治が結成した友愛会では、当初15人だった会員数が、1917年には2万7000人にまで増えています。しかし、好景気とは言っても、凄まじい物価上昇に対して、賃金はほとんど上がりません。労働者の生活状況はみるみる悪化し、不満が高まっていきます。これがもたらしたのが自然発生的なストライキです。1917年に入ると、一気に操業件数が増加し、特に金属労働者の労働構成が続きます。地刑法による弾圧と大逆事件以来の労働運動の低迷は、労働者自身の手で打ち破られたのです。そのような中で、世界史的大事件が起きます。1917年3月、戦争に疲弊したペトログラードの主婦たちのデモが大ゼネスト革命に発展、帝政ロシアは崩壊します。2月革命です。この法は日本の社会主義者たちを奮い立たせました。彼らは公然活動を再開します。まずはじめに、4月の総選挙に栄俊彦が東京から立候補しました。しかし、相次ぐ弁士中止と演説会解散で、一度もろくに演説ができず、得票は25票にとどまりました。5月7日、東京の社会主義者30人が山崎けさやの家に集まり、メーデーの集いを開きました。この席上、山川らの呼びかけでロシア革命に賛同する決議文を採択。片山、石川を通じて、ロシア社会民主党、ペトログラードソビエトと各国の党に送られました。この決議文は、後々重要な役割を果たすことになります。ロシアでは、その後いろいろあって、11月7日にボリシェビキの武装蜂起、権力がソビエトに移りました。10月革命です。この社会主義革命は、日本により大きな衝撃を与えました。鉄道労働者で、後に劇作家となる平沢啓七は、友愛会の機関誌に次のような文章を寄せています。私は今まで、口癖のように、子供らにこう言って聞かせていた。お前らは、俺のような貧乏職工の家に生まれたのが、取り返しのつかぬ不運だと諦めてくれ。お前たちは、一生俺のような貧乏で無学な者として暮らさねばならぬ。天下を取ることも、金持ちになることもできる気遣いは、毛頭ない。ところが、人来霹靂のごとく、ロシアに大革命が起こって、瞬く間に、天下は、労働者の手に帰してしまった。私は踊り上がった。そして、家に駆け込むで、子供らを抱きしめてこう叫んだ。おい小僧ども、心配するな、お前たちでも、天下は取れるのだ。総理大臣にもなれるのだ。栄と高畠は、レーニン宛てに、激励とボルシェビキ支持の手紙を書きました。しかし、日本では、革命の内実、ボルシェビキやレーニンの思想については、当時ほとんど理解されていませんでした。新聞には、ボルシェビキ氏権力掌握か?という見出しが躍り、大山以降は、過激派の政治は、デモクラシーの変態と言い、栄でも、レーニンは無政府主義者?という程度の理解だったのです。そもそも、レーニンの論文は、10月になって、やっと日本に入ってきたのです。そのような中で、山川は、10月革命の性質を理論的に掘り下げ、その意味の解明と普及に努めました。彼は、平民階級の社会革命、つまり、プロレタリア革命として、10月革命の性質を理解したのでした。6
ロシア革命の進展とほぼ同時に高揚した労働運動は次第に組織化と理論を求め社会主義運動に接触していきます。そしてその渦中で増大する大衆の不満は暴動として爆発することになります。それは1918年7月23日富山の主婦たちの行動から始まりました。当時米価はうなぎ登りに上がって庶民には米が買えない状況が続いていました。折からの工業の発展で米の需給のバランスが傾いた上に大蘇干渉戦争のためにシベリアに出兵することを見越して商人たちは米の売り惜しみを行っていたのです。他方米の輸送に関わる人々は困惑していました。自分たちは日夜米を担いでいるのに市場には米がない。これは県外に移送するから米がなくなるのに違いない。主婦たちは集団で米屋に押しかけ米の輸送の停止と連売を哀願しました。この動きは近隣の町にも広がりますが米屋側はなしのつぶて。しびれを切らした主婦たちは米の輸送船を襲って米を略奪。群衆もこの動きに合流して米をよこせ飯を食わせろと叫んで街頭を練り歩きました。この騒ぎが瞬く間に全国に波及して各地で同様の暴動が起き始めました。数千から数万人単位の暴動が起き警察では鎮圧しきれず軍隊が出動します。これに呼応して各地の炭鉱でも同時多発的に暴動が発生。10月まで続いた各地の暴動は最終的に寺内内閣の瓦解、大資本による米の連売、労働条件の若干の改善により収束したのでした。この米騒動は完全に自然発生的で無組織的な暴動でした。労働者階級のというより都市化層民の運動として特権階級への憎悪が爆発する形で発生したのです。しかしながら民衆の生きるための戦いと知識人の戦いが結合した初めての瞬間でもありました。体制側も反体制側も知識階層は日本の労働者大衆の中にも大きな力があることを認識します。そしてこのことは日本を遠く離れた2人の男を突き動かすことになったのです。